ここの空気はほんとキモいわね。あの王様が汚らわしいものを撒き散らしながら進んでるのかしら。でも、あら？どうした、ムム？この感触、あの王様と会う前もどこかで味わった気がするのよね。いつだったかしら。確か遠い昔。殿下、私にも一つ気にかかっていることが。なんだエルフィリス。そもそも皇帝はこの封印遺跡に何をしに来たのか。この遺跡には王家に関する重要な何かが隠されていた。それは事実かと。だが最初に奴が霧の森に現れた時、こう言っていました。かの地の正気で目覚め、一つ取り戻したと。言葉通りならこの封印遺跡はすでに様子見なのに、なぜ。言われてみりゃ妙だな。もぬけの殻になった場所にもう一度来た理由。おお、そうだ、きっと忘れ物をした。この説どうだ。バカですか。常人みたいに忘れ物なんてするわけないでしょう。じゃあ何が理由なんだ。あ、もしかしてあれか。この奥にもドラゴンがいるんじゃないか。ムムの時みたくぶっ倒そうとしてるとか。ドラゴン、ムムの言っていた伝説の六竜最後の一体、闇竜ゾディアークか。そのドラゴンがここにいるんだろうか。それとも何か別の。待って待って、みんなお話ストップ。あそこに誰かがぼんやり浮かんでるよ。あれは、まだなんとか実体化できるようですね。でも残された時間はそう多くありません。どうにか最悪の目が消えるのを見届けるまでは。このまま進んでください。私についてきて。殿下、想像を巡らせていても拉致が開きません。追いかけましょう。ああ、もちろんだ。みんな俺についてきてくれ。